2015キーンランドカップ前編を見ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このキーンランドカップですね、実は昨年ですね、20丸黒三角の順番で完全的中をした、素晴らしいレースになっています。はい、非常にこう、まあ、去年も読み切って的中させましたので、はい、まあ、先々週の関谷記念も上位3頭で完全的中でしたし、そうですね、非常にこう、はい、やはり読めているレースっていうのは私自身もこう得意なレースのエリアにこう入ってきてますので、このレースも、的中させてまたいい流れを続けたいと思っています。そうですね、何しろ昨年のキーンランドカップは20丸ローブティサージュ2着、当丸が丸、そして黒三角が3着のマージンプロスパーということで、3連単が24,680円を完全的中ということでしたからね。そうですね、まあ、非常にこう回収率を上げてくれたレースでもありますので、今年も的中させたいと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いいたします。それではこのキーンランドカップですが、サマースプリントシリーズの第5戦になります。現在出走予定しているメンバーといたしましては、前走で函館スプリントステークス1着となりましたティーハーフ、それからこの昨年のこの当レースキーンランドカップで 1,2,3着でしたローブティサージュ、レッドオーバル、マジンプロスパー、さらには今年の函館スプリントステークスで3着でしたレン・イングランド、そして、重賞勝ち馬ながら、その後降級しまして、ようやく1600万下を勝ち上がった不器用の風、こういったところが出走を予定しております。このキーンランドカップ芝の 1200m 札幌コースとなります。どういう切り口で捉えていけばよろしいでしょうか。はい、まあ、全国に1002の芝のレースたくさんある中で、はい、まあ、ローカルのレースやはりこう非常にこう小回り適正であったりですね、こういろいろ癖のあるといいますか、そういう傾向があるんですが、はい、まあ、この札幌の千人に関しては割とこうスピードレースといいますかですね、まあ、王道のその強い馬がその力を出し切るという結果が多いように思いますね。なるほど、やはりそれはその後のローテーションということで、次にスプリンターズステークスを見据えた馬が出てくるというようなところもありますか。はい、ステップレースが本番にリンクしないっていうパターンと、まあ、そのままリンクするっていうレースのパターンがあると思うんですが、このスプリンターズステークスに向けてやはりこのキーンランドカップっていうのは、まあ、昨年のレッドオーバルもそうですけど、ある程度こうリンクするような、はい、割とこうスピード競馬にやはりなりやすい傾向がありますので、はい、まあ、大体こう放送している脂肪馬もですね、まあ、スパークシンオーですとか金亀とかディープ、まあ、どこの競馬場でもこうある程度距離関係なく、短い距離であればある程度短い距離であれば上位に入ってくるような脂肪馬が並んでいますので、あまりこう変なこう特徴のある馬といいますか、穴馬といいますか、そうい こう無理な持っていき方をしない方がいいと思いますね。なるほど、そうしますとやはりある程度人気馬が信頼できるレースということになりますでしょうか。はい、まあ、人気馬がある程度こう放送することが多いレースでもあるんですけども、その人気馬がですね、どういった臨戦なのか、またどういった着順で来ているのかと、そういったところをですね、少しこう注視しなければいけないレースだと思いますね。なるほど、そうするとそのローテーションというところが気になると思いますけれども、やはり夏場は使ってきている馬の方がよろしいんでしょうか。まあ、使ってきている馬といいますか、この夏場を狙って出してきていると、出走させてきているというような馬の方がいいと思います。先ほど、まあ、ステップレースという話でスプリンターの話はしましたが、あくまでこのキーンランドカップに関してはですね、まあ、サマースプリントシリーズ狙いといったようなローテーションを組んでいる馬を狙うべきだと思います。もちろんここでね、構想してスプリンターっていう流れもあるでしょうけれども、はい、まあ、やはり一番頭にあるのはそのサマースプリントというような形でローテーションを組んだ馬を中心に考えていきたいですよね。そうですね、例えば2011年のカレンちゃん、あるいは2012年のパドトラは、この2頭は1着で、まあ、キーンランドカップを勝っているんですけれども、その前のレースがそれぞれ、カレンちゃんは函館スプリントステークス、そしてパドトラはアイビスサマーダッシュを共に1着ということで、この2戦でサマースプリントのチャンピオンを決めている馬たちですからね。はい、まあ、サマースプリントシリーズがやはりその総優勝馬に5000万円ということですから。そうなんですよね、はい、まあ、重賞2つ買ってサマースプリントを手に入れるとですね、まあ、スプリンターズステークスを勝つよりも賞金をもらうことができると、はい、いうようなことですから、それでいながらこのレースが6戦まであるということで、まあ、どれを狙うか、相手との駆
駆け引きをしながら非常にこう獲得賞金をですね狙う上ではこの魅力的なシリーズになっていると思いますから、はい、まあ、そこをこうローテーションとして考えて狙っている、まあ、もちろんある程度ね人気してしまう部分もあるんですけども、やはりそこを外すことはできないと思いますね。そうですね、何しろ大体前走そういった馬たちは1着2着といったような好成績からこのキンランドカップに上がってくる感じになりますからね。はい、まあ、第5戦ということですから、もう1戦目2戦目という形で落としてしまっていると非常にこう苦しくなりますので、やはりある程度こうポイントを取ってですね、次がセントールステークスしかもうなくなるわけですから、まあ、今この収録を取っている段階ではまだ北九州記念終わってないんですけども、あ、確かにそうですね、はい、もうあと残り2戦ということであればですね、もうキングアンドカップ出してセントール出すっていうのは非常にこう苦しいローテーションになりますので、そうなってくるとこのサマースプリントシリーズの、結果の方向性というのもある程度見えてくる中で、やはりそういった部分をですねこのキングアンドカップには利用していく必要がありますね。なるほど、そうするとやはり前走1着でしたキーハーフなどはですね、やはり今回の勝つことによってチャンピオンに近づけるわけですから、当然今回も力が入ってくるというわけですよね。まあ、そういう判断でいいと思いますね。スプリンターズステークス良いはやはりここを狙うというような頭の方が強いと思います。まあ、あとはその実績度が割とこうそのまま走るというレースもあるなっているんですけども、まあ、私としましてはこの夏場ということで、やはり格よりもですね調子のいい馬、シンプルにこの調子のいい馬を狙うべきレースだという解釈も持っていましたので、まあ、前走の着順はもちろんですけども、やはり上がりの上位と、やはり調子のいい馬というのは上がりの時計がですね上位で掲示されることが多いですから、はい、まあ、着順はもちろんですけども、着順がそんなに良くなくてもやはり上がり上位で非常にこう好状態でこの夏場を過ごそうとしている馬をですね、またそこも一つこう狙い目として見ていきたいと思いますね。なるほど、では着順だけではなくその上がりの時計なども今回のレースには加味をする必要があるということなんですね。はい、そういう判断でいいと思います。はい、あとはどうでしょうか、やはりこの戦2ということで、まあ、時計勝負になりやすいかとは思いますが、やはり洋芝適正というのも必要になってきますか。はい、まあ、その他の競馬場での実績よりもシンプルに函館もしくは札幌、その2つのやはり洋芝の適性使っているのであればもちろん結果を出していてほしいですし、まあ、使ってないのであれば血統的な背景ですとか兄弟馬等から拾ってやはり適性というものは判断に入れていきたいですよね。他の競馬場での実績よりも特にこの函館札幌っていうのは、まあ、大体そのやはり競馬場の適性っていうのは予想のファクターの中で、まあ、大事にしなければいけない部分なんですけれども、はい、まあ、特にこの札幌函館っていうのはやはり大事にしたいところですよね。やはりこの、まあ、夏場だけですね、あの年間で開催しているということですので、非常にサンプルとしても少ないものですからね。そうですね、まあ、あとその血統の特徴というのもいろんな競馬場がある中で、やはりこの洋芝っていうのは特にその血統的な特徴が出やすい、競馬場の2つになってますので、はい、まあ、そういったことからも、まあ、夏場ということも含めて、今回の予想には判断材料として入れていきたいところですね。はい、あとはどうでしょう、他に気になるところなどはありますか。まあ、あとはまた週末の方で話をしていきたいと思います。はい、わかりました。ではですね、この後出走予定馬やあるいは枠順などが決まりますと後編に続きます。ではその前に一週前注目馬そろそろお願いできますか。はい、まあ、ここにですね向けて、まあ、サマースプリントをどうこうっていうところには該当はしていないんですが、はい、やはりこの洋芝の適性っていうところと、現在のその格よりも調子というようなところで見たときにこの馬、馬券圏内に入ってくる可能性、十分ありますので、週前注目馬として、提供したいと思います。ブログの方で確認してください。ではその一週前注目馬につきましては、現在 YouTube でご覧いただいている動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。ブログに入っていただきまして、このキーンランドカップのページに入っていただきますと確認できますので、ぜひご注目ください。なお出走予定馬や枠順が決まりましたら今度は後編に続きます。後編の一頭一頭の詳細や本命馬や収支につきましては有料動画になります。有料動画をご希望の方は YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。このブログの先頭にある有料重賞動画申し込みから入っていただくと、デジマックさんを通してお申し込みいただくことができます。
なお、日曜の14時頃までにお申し込みいただくと、当日のバックナンバーから有料動画と本名で印を確認することができます。また、ブログを検索していただく場合は、今から申し上げるタイトルで検索してみてください。週末の馬券で生活する男の馬券塾。以上になります。それでは2015キンランドカップ前編を見ていただきました。失礼いたします。